味わいはどうですか。デリバリーはどうですか。デリバリーは楽しいです。とても楽しい。出来栄え。出来栄えではデリバリーじゃなくて。デリバリー。あなたが何を運んでるかなんて分からない。そんな韓国人が。デリバリーって聞き間違えちゃった。最高、楽しいで。あ、いいことですね。いいことですね。楽しいのはいいよ。あ、今日は、夏目具くん、どうも、呼んでくれてありがとうございます。こんなネクソ鼻クソのネクソみたいなバンドを呼んでくれるなんて、ね、もうそれだけで本当に心がいっぱいです。それじゃあ聴いてください。
その隙間が好きみたいな。Bye.